始まるぞ。どうも、カイゼロリンです。土曜日ですね。なんか、まあ、残業続きだったんですけど、久しぶりになんか、ゆっくり眠れて、幸せですね。はい。本日はですね、この、紡ぎ箱っていうのをレビューしていきたいと思います。ガチャガチャで、出てるらしいんですけど、で、僕結構ガチャガチャを探してたんですけど、どこにもなくてですね。で、今日、とある漫画を買いに、本屋さんに行ったら、この、箱入りのやつで売ってたんですよ。で、2個しかなくて、まあ、ちょっと選んでこれチーンしたんですけど、欲しいのはですね、このサバトっていうやつなんですよ。なんかシャドーバースに出てくるなんかシャドーっぽくていいなと思いまして、で、色が2種類あるんですけど、まあ、もうこの際どっちでもいいんで出てほしいですね。ただ、こっちが出る可能性もあるんですよ。ただですね、ちょっと振った感じ、なんとなーく、ちょっと角になるパーツが一個あって、さらに細々したパーツが入ってるような感じがするんですね。なんでちょっとサバトっぽいかなと思って一個ですね、つまんでみたんですけど、ちなみに税込み550円かかりました。いやー、僕にとっては大金ですよ。では、皆さん、お付き合いください。開けていきますね。どうかサバトが出ますように。いや、最近さ、僕、残業とか頑張ってるからさ、まず、色はですね、お色はグレーですけど、これは、こいつはサバトじゃないですか。はいはいはい、ちょっと、関節このまま入ってるんですか。ほうほうほう。やりました。ちょっといろいろ入ってますね。ゆっくり見させてください。はい、これが、なんとなく物語の説明書みたいですね。はい。そして、組み立て図。あ、やりましたよ、皆さん。サバト出たーなんか、久しぶりですね。なんか欲しいもんピンポイントで当てるって。550円。よかった。でも、できればですね、この色が欲しかったけど、もう文句言いません。早速、組み立てていこう。それでは、完成しました。サバト。まず、でかいっすね。一応ですね、いつもグレートゼオライマーをここに飾ってるんですけど、どうでしょう。まあ、若干この飾りがグレートゼオライマーの方が大きくはあるんですが、まあ、それに、グレートゼオライマーに匹敵するぐらい、でかいですね。でかい。それでは、稼働とか見ていきましょう。全体的にこのボールジョイントのパーツを組み込んでいく感じで、一応まあ360度腕は曲がって、ここも二の腕も曲がって、変形機構があるんで、この拳もこういう風に動かすことができます。足もですね、結構長いんですよね。で、ボールジョイントの OK で、微妙に、ちょっと この辺までかな。で、膝ここぐらいですね。足首も動きますと。で、まあ、首ですね。首も動いて、こういう風に動かして、頭もこういう風に動かすことができますね。こんな顔してますね。よし。ただまあ結構、設置性は悪いですけど、こうなんかポージングを取ることは結構可能ですね。で、後ろがこんな感じですね。ああ、もう後ろは本当に、もう、抜き出しのボールジョイントって感じですね。はいはい。まあ、できればカラーバージョンが欲しかったですけど、まあ、この、通常の墨入れバージョンっていう名前みたいなんですが、まあ、これもこれで、なんだろう。なんとなく、悪くねえな。こっちの方が不気味さはあるかもしれないですね。まあ、せっかくなんで造形美をですね、舐めるように見ていきましょう。この辺の造形とかほんとたまんないっすよね。なんとなくなんですけど、ケンタッキーフライドチキンって感じしますね。食べてえな、たまには。よし。この辺もいいですね。ちょっと肉ついてたら美味しそうですよね。よし。で、顔。なんとなくフクロウっぽい顔してるなーって思いますね。はい。で、腕ですね。こんな感じになってますね。指は3本ですね。で、ジョーカーアンデッドっぽい、この刃がついてますね。よいしょ。
足はこんな感じで、この辺のね、ふくらはぎがいい感じですね。ハムストリングスはえぐれてますね。なんかこれ、なんだろう、人体人形って感じがしますね。足はこんな感じ。ハイヒールがあるんですね。なんか、長野メカっぽい感じがします。メカじゃないけど。それではですね、高速移動形態に変形させていきます。では行きます。差し替えなしで変形ができるんで、まず腕じゃなかったです。首を回して、この拳をですね、上の方にこう移動させますと、こうですね。で、もう前の方にこういう風に持ってきますね。こんな感じになります。で、足なんですが、この膝のパーツを180度回転させて、180度回転させて、こう下に下げますね。よし。こんな感じの形態ですね。とてもその、異様な感じに溢れてて、いいなぁと思います。梅津和夫先生の、漂流教室に出てきた、第二人類っぽいですね。それすごく第二人類感感じます。というわけで、このサバとのレビューとしては以上で終わりなんですけど、まあ気になった点とかですね、今回そのボールジョイントで、結構、関節を組み込んでいくんですけど、まあこれ、一個ずつ余るんですけど、このですね、この、二つのパーツを組み合わせるのがすんごく硬かったですね。そこちょっと硬いなって。で、あと、リボルテックみたいなクリックは入ってないんですよね。そこ、これクリックが入ってると、なんかさらに、その、完成度が上がるのになーっていうのはちょっと感じました。まあ、元々がカプセルトイなんで、そこまでですね、まあ、予算もあるかと思うんで、まあこれで結構ギリギリかもしれないんですけど、いろいろはまあ、改善点みたいのは、ちょっと感じたかなとは思いますね。はい。ではですね、今後ともですね、皆様の購入の参考になるようなレビューを心がけていきますので、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。カイゼリンでした。ありがとうございました。でも本当ですね、できればカラバジが欲しかったんですけど、でも、欲しいなと思ってたのが、一発で出て嬉しかったですね。まあ、550円高いですからね。本当にね、他のやつもね、外れとは言わないんですけど、やっぱりですね、欲しいのだけが欲しいんで、はい、わがままですね。では。じゃあ賢者タイムなんですけど、僕実はこの漫画結構好きなんですよ。見せたがりの強野ちゃんって言ってね、見逃せない脇がここにあるっていう感じ。まあ、その脇好きの人の、ための漫画なんですけど、まあ、昨日ですね、2巻が出たんですよ。で、まあ、昨日ですね、もう残業で買いに行けなくてですね、まあ、今日買いに行ってきましたよ。なるほどね。ちょっとね、早速読んでみますわ。古本武先生、2巻も大変素晴らしかったです。なんて、はい。ちょっとね、興奮しちゃって、なんか、頭がパーンって感じですね。はい。3巻は冬ですか。必ず買わせていただきますので、はい。2巻ね、大変素晴らしかったです。ありがとうございました。はい。じゃあ今日こんな感じで。素晴らしかった。カードショップの元店長が、秘蔵のカードコレクションや、雑貨をレビューするチャンネルを作りました。これからどんどんレビューしていきますので、仕方ねえなあこいつくらいの気持ちでチャンネル登録していただけたら幸いです。